めての履き間違えてるって私よく言ってんだけどね、他のとこでも真面目の履き間違えてやつね。道路もね、作りもおかしいよ、これね、アトラクションだってってよく言ってきたんだけどね、自分でね歩いてたらわかるよ。とね、まあそのみんながその同じルーティンでいいわけがないよね。まあ、いつになったらそれが気づくか気づかないのかわかんないけど、日本だけだよね、こんなことずつやってんのは。なかなかね珍しいよこの国は。まあ AI かなんか知らんけどね、 AI もねこれ処分これか受けることになってんだけどね、アメリカでは処分が下るねこれね。AI でね中小企業になんか悪さをしてたっていうのがバレちゃったんだよね。 AI 良くないよね、切ると。まあ Google もそうしてきたんだけど、それもダメ、大丈夫。Google もね大問題今なってきててね、独占禁止法とか引っかかってきてるね。本当は大前が引き独占だったけど、マイクロソフトも引っかかってるしやね。あんまね企業ってね独占するとろくなことならないんですよ。そう、言論統制をね作ってしまうの、独占するっていうことはね。独占するっていうのはもう Google もマイクロソフトも違反なんですよ、はっきり言うと。だから解体になるって言われてね、マイクロソフト、Google はね、分社化するか、まあ、廃業するのか考えなきゃいけないとこに今いるんだよね。ヨーロッパとね、アメリカでは問題になってるんだけど、日本だけなんですよね、まだ片付いてないのは。一応、アップルもね、そう、解体になるね、入ってするとね。アップルはね、ちょっと今、罰則が来てるんでね、はっきり言うとね。Google も来るね、これを言論統制来たから、それはもう罰則来るよ。それ今は配信者がね罰則食われて今度逆になるんですよ、はっきり言うと。だからそうね、まあGoogle もまあ罰則加わるだろうけど、配信者が今までで罰則加わってきたんですよね。今度逆になるんだよね。トランプさんがもうね選挙で勝ってるように、もともと勝ってたのしてたんだけど、あの人が規制を加えれていくっていうことで、まあそれでね、もっとまともなね配信アプリになるのかならないのか、これはねこの会社によるよりきりだね。ダメだったらさあもう潰れるしかないね。ちゃんと言うこと聞くか聞かないかっていうのはねあれだね。まあ聞かないんであれば潰れるしかないもんね。それは YouTube 人気は YouTube の人たちもね、ああいう契約していくから伸びるだけの話であって、さあもうあれだね、違反ではあるよね。競争原理として違反であるってことね。なんとか社長とか前の社長もね10万人水増しまたしたけどね、違反ですよあれは。そんな1回で10万人も増えるわけないですよね。どうせ自分たちが終わるなと思って10万人増やしたの分かってんだけどもね。まあ1回潰れてやり直した方がいいね、これやったらね。まあ、Google も一回潰れてやり直すことになるだろう、場合によってはね。分社化するのか。私の道としてはね、もう独占でね、言論統制したんだから、一回潰れた方がいいと思う、それやったらね。あと、偏りのあるね、YouTube を作ってきたというかね、サービスやってきたということがね、これ大問題ですね、はっきり言うとね。私はね、忖度をしないしやね、そう。まあ電通とつながっている時点でもう終わりなんですよね、ね。まあ YouTube 一回潰れて、人気 YouTuber みんな消えると思うね、人それはね。人気じゃなかったけど別にいいってことね。人気っていうのはね、それはみんながそう思ったのかっていうことよね。
じゃあね、インディー YouTuber と定義をしたけど、定義をしたけど、うん、そういうところと契約したからってね、何回でも言え。